でございますけれども、前回も北文化小劇場で行わさせていただきまして、本日8月28日、今日も北文化小劇場でお届けしております。1曲目はサックスのビル・エヴァンスさんという人がいるんですけど、その方のナンバーからソウルクラスという曲をお届けいたしました。ソリストをご紹介しておきましょう。ギター、ミゲール・アロヨ。ドラムス、スチーフ。元気ですか？元気ですか、お父さん？お父さん元気？よかった。これはたくさん集まっていただいて本当にね、感謝しております。私たちもテンション上がっておりますのでね、最後までバリバリ演奏していきたいなと思いますけれども、ちょっと元気かどうかなかなか大声出せないと思いますんでね。手拍子でちょっと元気かどうかチェックさせていただいてよろしいですかね。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。あー、元気元気、ありがたいありがたい。もうちょっと元気あるよという方はあと5割増しぐらいで音量叩いていただけるとありがたいなと思いますけど、おー、ええ感じじゃないですか。じゃあこのまま曲いきますね。1曲目はゴドンクドウィンビッグファトルバンドのナンバーから This is a Love という曲をお届けいたします。引き続きお楽しみください。よろしく。
キーボード水野伸二。北文化小劇場にお越しの皆様、改めましてアウトバーンジャズオーケストラでございます。よろしくお願いいたします。いやいやいや、まあ、夏も終わりに近づいておりますけれども、残暑のごとく演奏していきたいなと思いますけれどもね、熱く1曲目は、ソウルグラスというナンバーお届けいたしました。そして今お届けした曲が、ビッグファットバンドのナンバーから The End of Love という曲をお届けいたしました。サックスもう一回ご紹介しておきましょう、アルトサックス中村由美、同じくアルトサックス金見、キーボード水野伸二。さあ、ハンドクラップありがとうございますね、また手叩きたくなったらいつでも叩いていただいて結構ですのでね、特に私たちのバンドを見るにあたってのマナーはありません、好きなように、見ていただいて結構です。まあ、周りのお客様の、ご配慮をしていただきながらね、まあ、立ちたきゃ立っていただいても全然構いませんし、まあ一人立ったら全員立てばいいんですよ。そしたらもうみんなね、特に問題ない気がします。なんでそんなみんな静かなんですか。大丈夫ですか。はい、そうで、今日はね、前半戦はちょっと、すでに、なんていうのかな、カバーというか、すでにある楽曲を、何曲か演奏していきたいなと思っておりまして、まあ、人の書いた曲を、演奏しておりますが、後半戦は、僕のオリジナルアレンジだったり、アウトバンジャズオーケストラのオリジナル楽曲だったり出てきますし、今日本邦初公開、僕の書き下ろし新曲も後ほど登場しますので、
またお楽しみにしていただきたいなと思いますけれども、本日あの中間に休憩はありません、ぶっ通しで、約90分ぐらい演奏していきたいなと思いますのでね、もし途中でお手洗いとか行きたいなという方がいましたら、僕基本的に喋ると長いですので、山崎がマイクを持ったらトイレの合図だと思っていただいて結構ですので、もしお手洗いとか行きたかったら、MC 中にさっと出て行っていただければよろしいかなと思います。さあ行きますか。結構ね、曲数が多いのでサクサクいかないと間に合わないので行きますね。次のナンバーもですね、先ほどお届けした曲のバンド、同じバンドのビッグファットバンド、ゴードン・グッドウィン、ビッグファットバンドというバンドのナンバーからですね、トランペットを大々的にフューチャーいたしまして、バックロー・ポリティクスという曲をお届けしようかなと思います。ラッパー4人が終始ずっと目立っている楽曲なので、トランペットしか見なくていいです、この曲はね。ハードルだけ上げておきますけれども、よろしく。起立。では参りましょうか。どうぞ。
はい、また2曲続けてお届けいたしました。3曲目にお届けしたのはバックローポリティクスですね、もう一度トランペット隊に大きな拍手を。イエイ。そして続いて、お届けしたのが、僕の大好きなテナーサックス奏者ボブ・ミンツァーという方のナンバーからヌー・ロッシェルという曲をお届けいたしました。また鍵盤ソロでしたね。ピアノ水野真嗣。さて今日ですね、ビッグバンドが好きだよという方は、よく見に行ったりするよとかよく聞いたりするよという方は多分入ってきてだいぶ違和感感じたと思うんですけど、普通ドラムを一番後ろにセッティングするんですね。でももう後ろが嫌だって言うんで目立ちたいということで本日一番前に、セッティングさせていただきました。なので一応危険を考慮して一列目はお客さん入れないようにしてるんですよ。なんか飛んできたりしたらいけないなと思って、一応一列目だけは危険だからちょっと間引いてあるんですけどね。どうですかこのセッティング、なんか面白いでしょ。どうだった。まあ一番前に来たいっていうのはまあ冗談半分マジ半分なんですけども、まあなんかいろいろアートバンジャーズキャストはこれまでもなんかいろいろウイングで組んでみたりとか、普通のビッグバンドのなんていうのかな、あのスタイルでにこだわらずいろいろ試行錯誤しながら、あの演奏の体系をこう毎回ライブでいろいろ実験的に行ってるんですけれども、まあ今回はちょっとドラム一番前にしたらどうなるんだろうとか、いつもギターが一番前だったりしますからね、鍵盤もだいたい下のことが多いですね。どうですかその、上空からの応援はいい感じですか、ね、今日ね結構ね会館の機材をフルに使って、トランペットも結構高い位置にいるし、トロンボーンも多分ね普段やるよりはだいぶ高い位置にいるんですけれども、だいたい偉い人順に並んでいます。サックスが一番ね下高にやりましょうね。そんな感じでやっておりますけど、まあ、ここでちょっとメンバー紹介しようかな、さささっと、もう何人かソリストでご紹介したので、もうここらでちょっとメンバー紹介しようかなと思いますが、向かって左側から、リズム隊からご紹介いたしましょう、先ほどから素晴らしいリズム奏でていただいておりますオンドラムスシチック。そして2段目、初版ソロが結構多かったんですけれども、オンピアノキーボード水野真嗣。無類の野球好きでございますね。オマリオマリ古いね知ってる人が今笑った人はだいぶ世代がわかるね。そう、イバタ古い。ネオくん、ネオくん、あ、そうです、はい、好きなんです。見かけたら野球選手の名前言えばすぐバッティングフォームとピッチングフォームのすぐ真似しますから、ね、はい、似てるかどうか僕は知りませんけど、はい、でそのお隣、前回から強烈なギターを弾いておりますけれども、ほぼ彼のバンドになりつつあるっていう噂ですけどね、オンギターご紹介しておきましょう。オンギターミゲル・アロイオ。次の曲からもうほぼミゲルの曲です。次から、ね、ほぼほぼ、まあ、楽しみにしとってください。一番、上段行きましょうかね。左側、鎮座しておりますね今日もバーカッション岩月香織。そしてオンベース梶翔太郎。さあ管楽器いきましょう。一番下からいきましょうかね。バリトンサックス超大地。お隣、佐藤祐希改め独立法、あれ新佐藤祐希
改名するんでしょ、独立法に。芸名、もうステージネーム独立法にするんじゃないの。え、浸透してない、今日から浸透させましょうよ。彼のなんか、彼普通に別にこのバンドだけじゃなくていろんなところで、あのコンボでもやってるんですけど、佐藤祐樹いじりますよ、とんでもなくで、ある人に言われたんですよ、布教しといてくださいっつって。そうそうそう、佐藤祐樹独立法っていうユニット名でやってるの。あれ独立なのにユニットなんだよね。マウンテンの方だよね、独立法はっていうイメージってこと。なるほど、独立法って覚えてあげてください。あの巷ではどっちゃんって呼ばれてるらしいんで、あの独立法って覚えておいてくださいね。もちろん佐藤祐樹、そしてリードアルトソプラノサックス、本日関西からわざわざお越しいただいております、カナミオンサックス、そして、フルカブでございます、アルトサックス中村ゆみトロンボーン行きましょうか、バストロンボーンから行きましょう、本田那穂そのお隣なんですけど、本当はね、あの江取雄一郎というトロンボニストが、あの今日ここに登場する予定だったんですけれども、昨日から急性胃腸炎になってしまいまして、最近流行りのやつじゃなかったんで、まあ良かったんですけど、あのちょっと体調崩して今日もちょっと出れそうにないっていうことなんで、急遽、トロンボニストを探しまして、奇跡的に空いていた素晴らしい、トロンボン奏者をご紹介いたします。本日急遽トラで乗っていただいております、テルキナ俊則ありがとうございます、本当にありがとうございます、そして、ファーストトロンボンドナルド・ギブスン、そして本日初参加でございますね、トロンボン鈴木隆二ありがとうございます。そして一番後列トランペットいきましょうか、一番右側からいきますね、トランペット、時にはピアニスト、時にはトランペッターとして大活躍でございます、平手祐樹そのお隣、トランペット後位点でございますね、西森沙耶一人飛ばして、本日初参加でございます、オントランペット関谷雄太そして我らがリードトランペットでございます、戸谷和弘リーダーの山崎隆弘と申します、よろしくお願いいたします。はい、どうも。今日ね、ちょっと長く喋りますけど、なぜなら次の曲結構偉いからちょっと休憩しないといけないんですけど、今日入場の際に特にパンフレットとかなかったんですけれども、パンフレットと同等の、いろいろフライヤーを用意しました、いろんな公演がこの秋から、いろんなところで開催される予定です。ここ北文化小劇場でも、一番近々で9月17日だったかな、某ギタリスト、某サキソフォニスト、某ベーシストあたりがトリオでここでライブやる、まあ見れば分かりますね、演奏したり、あとはいろいろ、また北文化小劇場に10月で、10月に、ニューアルバムを引っ提げた方が、ここでライブをしたり、いろいろ、ミュージシャン、まあ、ちょっとねコロナとかもちょこっとずつ落ち着いてきたというか、まあ、まだまだ予断は許さない状況ではあると思うんですけど、まあイベントとかライブとかはこうやりやすくなってきましたし、まあ多分これも見に来てくださるお客様のね、マナーの賜物かなと思うんですけれども、徐々に徐々に僕らも活動しやすくなっておりますのでね、ということで、まあこの2022年下半期はね、だいぶいろいろイベントがたくさんあるんですよ。で、まあもちろん僕らもね例外ではないんですけれども、やっぱりまあミュージシャン同士こう
共に助け合っていかないかなということで、今日もたくさんのライブ情報とかをね挟み込みさせていただきましたんで、まあ、ぜひぜひ帰ってからでも結構ですので、いろいろこう見てみてね、気になる公演があったらぜひぜひ駆けつけてあげていただきたいなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。はい、アメリカ人だね。どんちゃん今何してるの？どんちゃん今何してるの？何してるの？何してるの？What are you doing now？ 電話してるでしょ、あなた本番中に。ねえ、プリスカさんじゃないんだって。プリスカさんから電話かかってきても普通出ないでしょ、本番中に。ねえ、めちゃくちゃな、このバンド。すごっ。なんかこのバンドも何でもありなんですよ。本番中トイレ行ったりする人もいるし、でもしもしじゃないんだって。まあええわもう、まあお知らせ挟んでありますんでね、ぜひぜひ皆さん見て駆けつけてくれる。まあええわもう、さあ次の曲からねちょっとねオリジナルアレンジに移りたいなと思うんです。既存曲はまあここまでということで、次から、僕のアレンジでお届けしたいなと思うんですけれども、今日僕の結構大好きなアーティストシリーズで、ナンバーをこう立てているんですけれども、ビル・エヴァンスが出てきたり、ボブ・ミッツァーが出てきたり、まあコート・ブ・グッドウィン出てきたり、全部僕の好きなアーティストさんなんですけれども、次にお届けするもともとの楽曲を演奏されている方も僕の大好きなギタリスト。大丈夫ですか？僕なんか悪いことしましたね。大丈夫ですか？パット・メッセニーというギタリストが、いらっしゃいまして、もう大好きなんですよ僕、でその方のナンバーの中から結構2000年入ってからのアルバムだったと思うんですけどね、Rise Up っていう、ナンバーがありまして、そちらの曲を次にお届けしたいなと思いますけれども、またその次の曲も同じくバッドメッセニーのナンバーから Red Sky という曲を、メッセニーナンバー2曲続けてお届けしたいなと思います。ミゲルが炸裂いたしますのでぜひご注目ください。それではまず1曲目お届けいたします。 Rise Up。
Thank you.
バッドメッセージのナンバー2曲お届けいたしました。ギターミゲル・アロイヨ、ドラマドナルド・ギブスン、テナサックス佐藤裕樹、ドラムスシチューク、イエイ、ということで、さあ後半戦突入しておりますけれども、ちょっとここでお知らせを、させてください。今日のお渡しした、さっきもねご紹介したフライヤーの中には入っていないんですけれども、実はこれまだ、情報解禁リリース前のお話なんですけれども、来たる来月、もう結構急なんですけれども、9月23、24、25、金土日、金曜日は祝日でございます。3連休が訪れるんですけれども、そこで、名古屋サウンドバスというジャズフェスっぽいものが行われます。場所はどこかと言いますと、金城埠頭にあります、メイカーズピアというところ、レゴランドに併設されている商業施設ですね。そこにメイカーズピアというところがあるんですが、その中に、ライブス名古屋っていうちょっと大きなライブハウスがあるんですね。でそこでもともとジャズフェスタっていうジャズフェスを、22、この前日の22の木曜日から4日間にわたって開催されています。結構いろんな大御所が出たり、名古屋の老舗ビッグバンドが出たりっていう、まあ、素敵なイベントなんですけれども、まあそれの連動企画みたいなものなんですが、急遽立ち上がりました。でそのタイトルは名古屋サウンドバスというイベントなんですけれども、なぜか知らないですけど、僕のところにイベント作ってくれてオファーが来まして、今急遽そのいろいろアーティストの調整をしたり、まあイベントの中身を、エッサホイさん作っている最中なんですけれども、一応9月1日に、大々的に情報公開になると思うんですけれども、そちらの方でもアウトバンジャズオーケストラ登場いたします。僕らが登場するのは9月の25日金、日曜日の、まあ、夕方、4時5時ぐらいに多分なるかなと思うんですけれども、このイベント自体は、午前11時から19時まで、夜の7時まで、8時間にわたってイベントが開催されていて、そのうちの12時から6時までの6時間はずっとバンドが鳴りっぱなしでございます。東京、大阪、名古屋、いろんなところから、全国からいろいろ僕の呼べる限りのミュージシャンを招致いたしまして、結構面白いイベントになるんじゃないのかなと思いますのでね、ちょっと前までここでリードアルト吹いていた某安藤っていう人も来たりしますんで、まあ、ぜひぜひお楽しみにということで、一応まだ公開前なので、今日ここにいるお客さんだけに、お教えしておきますんで、もし、興味あるなという方はぜひご予定していただいて、また1日に何かしら SNS とか何かしらで告知すると思いますので、ね、ぜひ遊びに来てください。観覧は無料です。フリーイベントになっております。入場時にちょっとドリンクチケットだけ、必要になってしまうんですが、それ1000円分のドリンクチケットなんですけど、2ドリンクのチケットが必要になるんですが、それ以外に関しては、ステージに関しては完全に無料で観覧していただけますので、ぜひぜひ、まあ、秋到来のですね、芸術の秋と言ってもいいかもしれませんが、野外イベントにぜひぜひお越しください。お知らせでございました。さあ、時間もないので次の曲に行かなければいけないんですけれども、ここからは私のオリジナルナンバーを最後までドドッとお届けしようかなと思いますけれども、今日ね外でなんとなく CD をちょっと流してたんですけれども、2009年かな、もうだいぶ前になりますけど、2009年じゃないわ、2015年か、にアルバムをアウトバンジャズオーケストラが出させていただいておりまして、そちらに入っているナンバーから今からお届けする曲はスマイリーフェイスというちょっと可愛らしい曲をお届けして、続いて前回のライブで、初めてお届けした、前回は新曲と言ってリリースしたんですけれども、半導体という曲を2曲続けてお届けしたいなと思います。
がとうございました、スマイリーフェイスという、アルバムに入っている曲と、前回のライブで初公開した半導体という曲をお届けいたしました、スマイリーフェイス音響部の水野真嗣そして本日の救世主トロンボーン照木名俊則そしてフリューゲルホルン平手祐希さあライブも佳境になってまいりました。次のタームで最後の曲たちになると思いますけれども一人はここで早く帰る予定でしたっけまあいいや、次の曲はですね、本邦初公開の曲でございます。まだ出来たてほやほやの曲で人に聞かせるのは今日が初めてとなりますけれどもタイトルをリラクシングデイというタイトルにしました。これは英語的には合ってますか？リラクシングデイ リラックスできない曲なんですけどそんなことは聞いてないですよ。あなたがリラックスできないとかいうことは聞いてないんですけど英語としては別にあるリラックスデイ、リラックシングデイ明日休みなの？そうなの？OK まだ帰ってこないんですか？そこそこまあなんか電話したりどうか言ったりするバンドですねこれは。でその次に先にソリストご紹介しておきましょうかね、テナーサックスでソロ吹いていただきます佐藤祐希そしてその後お待ちかねパーカッション岩月香織そしてトロンボーンドナルド・キブスン大勢さんという曲をお届けしてで最後はですね、今日ちょっと参加できてないんですけれども本当はメンバーに西山智美というトロンボーンがいるんですけど、彼女が生んだ素晴らしい楽曲 It's Time という曲をお届けして本日はお別れしようかなと思います。それでは最後2曲ですね続けてお届けいたします。本日は誠にありがとうございます。
ありがとうございます。当初の予定より大変時間が押しておりますけれども、ちょっと久しぶりのステージで感極まって、いつもより多く演奏しております。
本当にありがとうございました。なかなかね、ありがとうございました。こんな大所帯のバンドだとこの 2年ぐらいかもう本当に活動ができなくて、まあ当たり前なんですけどね、ただでさえこんな18人もいるもんですから、動こうと思ったらね、なんかこう標的にされてしまうというか、まあ結構危険な、なんか立ち位置になっちゃうので、この2年間は本当に何もできない日々が続いていたんですけれども、まあ冒頭にも申しました通り、お客さんのご協力もあって、あと、まあ、スタッフとか会館さんとか、まあ、その他ご協力いただいている皆様とか、まあ、もちろんミュージシャンもギリギリのところで這いつくばって頑張って、まあ、またこういうところにね再び登場して演奏できることをとても私たち幸せに思っております。ありがとうございます。まあ、もちろん健康も大事なんですけれども、何て言うのかな、ストレス溜めるのも僕は良くないと思いますんでね、まあ、もちろん皆さんこう節度守った上での話ですけど、まあ、いろんなところにお出かけして、別に音楽だけじゃなくていいと思うんですけど、まあ、皆さん気を使いながらね、気をつけ合いながらね、人生は一度きりですから、まあずっとこう誰かのために家にいる必要もないんじゃないのかなと僕は思ってます。まあ自分のために外出ることも健康の一つだと僕は思いますんでね、まあ不必要に出る必要はないと思うんですけれども、ここに今日来てくださっている皆さんはとても音楽好きの方々だと思いますし、音楽を敬愛している方々だと思いますのでね、それなくしてはやっぱり人生楽しくない方々ばっかりだと思うんですよ。そんな人たちの幸せをね、あんまり奪ってはいけないと僕思いますんで、これからも引き続きアドバン頑張ってまいりますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは、最後のナンバーになりますけれども、先ほどちょっとご紹介した、1枚だけアルバムを出させていただいておるんですが、そのアルバムの中の一番最後に入っております、まあ、僕たちおなじみの、最後のナンバーとなっておりますレインドロップスという曲をお届けしてお別れしたいなと思います。本日は誠にありがとうございました。
ザワードグリーン、ありがとうございました。もう一度メンバーご紹介させてください。ドラムス七福、オッケーボーの水野真嗣、オーケーダミゲルアロエオ、パーカッション岩月香織、ベース梶翔太郎、右側行きましょう、管楽器バリトンサックス超大地、テナーサックス佐藤佑樹、リードアルトサックス、ソプラノサックス、カラミアルトサックス、中村ユミ、バストロンボン、ホナラホー、そして本日の救世主、トランボン、テルキナ・トシノリ、リードトランボン、ドナルド・ギブスン、同じくトランボン、鈴木隆二、トランペット参ります、オントランペット平手祐希、お隣西森沙耶、関谷優太オントランペット、我らがリードトランペット土屋和弘、リード山崎拓でお届けいたしました。次回名古屋サウンドバス9月25日金城埠頭にありますメイカーズピア野外ステージでお待ちしております。ぜひ皆さんご来場ください。本日は誠にありがとうございました。Let's go.